ブーム。はい、ということで、お久しぶりです皆様。熊谷康政です。今日も素敵なゲストをお呼びしております。ジャズベーシスト古木圭介。すごい。はい、皆さんこんにちは。今日も久しぶりですが、J ジャズハードコア Vol.8 ということで楽しくやっていきたいと思いますが、ゲストの古木圭介くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日も例によってエコダーソルトピーナッツで、楽しく送っておりますが、こちらのお店、お酒は料金かかりますがナッツは食べ放題なんで、皆さん来てナッツを食い尽くしてやってください。ということでね、まずちょっと正座の方を崩してリラックスしてもらっていいですか。ご丁寧にありがとうございます。いやね、はい、ついにやってまいりましたね。いや、もうやっと来れました、うん、もう光栄です。本当これ登竜門だからね。登竜門だったんです。もうみんなこれで最初の宮上くんなんかもう出世しちゃって、あ、本当ですか。ロールスロイス乗ってますからね。ロールスロイス、はい、本当ですか。それ嬉しいな。もうベンツ乗りたいんですよ。ベンツ乗りたい。じゃあもう保証されたよ。保証されてますから安心してください。ありがとうございます。それではね、まずじゃあ乾杯の方したいと思います。乾杯。乾杯。宮上くん古木くん、はい、古木です。古木くんはあれだよね、この前の前回の山田明くんなんかは、はい、高校中退ってね言ってたけど、ね、甘いですよね。まだまだ、もう俺に言わせりゃ。古木くん、学歴言ってやってくださいよ。まあ、って言っても義務教育はちゃんと受けてて、ちゃんと義務教育6年半受けてます。つまり、中卒。中卒っていうか6年半もうほぼ中退なんですけど。中1まで行ってたと。半年ぐらい。半年ぐらい行って、はい、これがどうだ、リアルアウトローだ。リアルアウトローっすね。舐めるな、山田。そう。メッセージを込めて。舐めんなよ。お前。なんだ、お前。いいでな。くず汚れしやがったな、お前、いつも。行くでしょ。言ってる言ってる。どうなの、お前。こんな野郎、お前。いいじゃない。中卒なんで、ボキャブラリー全然ないです。ボキャブラリーが。中学までの中学までの語彙力で勝負しております。古木君は何、はい、いつ頃から楽器をやってたの。僕は大体16、17とかそれぐらい。あ、16、17ぐらい、はい、だからお父さんもプロのミュージシャンだったんです。そうです。父親も一応プロで、うん、まあ、晩年はジャズとかやって。あ、ジャズ、はい、ピアニストで。ピアニストです。結構お父さんに音楽のこと習ったりした。で、その父親が、うん、まあ、そのプロだったんですけど、僕がその楽器始める頃にはもう父親亡くなってて、うん、はい、で、まあ、その頃は本気で漫画家目指してて、あ、漫画家目指して、Gペンとかも製図用のインクとか買って、おうおうおう、トレース台とか、まあ、分かるかな、トレース台っていうなんかこう光る台があるんですけど、おう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 、それをこう買ったりとかしてて結構高い。本格的だね。もうガチの漫画家目指してて、コピックペンとか100本200本ぐらい持って帰るんですよ。これも分かる人いるか分かんないんですけどね。はい、そうなんだ。やってて、あ、でもお父さん亡くなっちゃって、はい、それからそうですね、なんかこういる頃には、うん、まあ、ちょっとなんかその気恥ずかしさみたいなのもあって、うんうんうん、まあ、しかもジャズだったし、うんうん、なかなかその自分からジャズ聴いたりとか、うんうんうん、その楽器やりたいみたいな風にちょっとならなくて、はいはいはい、で、まあ父親亡くなってから、うん、でもこうそのピアノとか、うん、そのギターとかそういうものをいっぱい残してくれて、残してくれて、はいはいはい、で、まあ、そのおかげで僕がその後音楽やって、うん、で、いろいろとこう楽器を触って、うん、まあ、勉強できるようになったっていう、まあ、環境はやっぱり残してお父さんが、はい、いてくれてて、でもやっぱ母親に聞いて も、 もう父親はも
そういう環境を残したかったって、うんうん、残したかったんじゃないかなっていうふうに言ってくれたんで、もう本当に今となっては、まあ、ありがたい。いい話ですね、お父さんの、ね、泣けますね。泣ける話ですね、これ。じゃあもう独学で勉強してたの？はい、もうほとんど一応そのコントラバスの技術は、うんうん、あの一応師匠について習ったんですけど、その理論的なこととかはもう全部独学で、うんうん、あの主にあの今でも連載してるんですけど、ジャズライフ、ジャズライフ、ジャズライフの後ろのこうページに、はいはい、あの修浩一さんの、うんうん、あのジャズベースライン講座みたいなのが載ってるんですね。うんうん、でこうまあそのバッキングのベースラインとソロの一例みたいなのがこう乗ってて、乗ってて、はい、でそれをこう見ながら、あこういう風にやるのかなって、その時はエレベでやってた。あエレベで。で、まあコラムみたいなのがあって、その中にドリアンはこう弾きますみたいな。あって。フリジアンはフラットナインスですみたいな。はいはいはい、それを見ながら、あフラットナインスなのかみたいな感じで、それをなんかこうピアノでちょっとこう出しながら確認してって、今の理論が今の自分があると。今の自分がありますよ。おさむさんに感謝ですね。いや本当にあのもう心の師匠って感じで。ちょっとお伝えしましょう。おさむさんありがとうございました。なんか海外行ったりしてたよね。そうですね。ちょこちょこ行った。まあ一昨年ぐらいは台湾とか行ったりしてました。台湾。あ誰のバンドでしたっけ。それはあのトランペットの大野俊さん。ああ大野俊さん、ね、ツアーで行ってね。ツアーで行かせていただいて。やっぱその海外でいろんな違う文化に触れたりしてインスピレーションを受けたり、まあ、僕らアーティストじゃないですか。はい。そういうの大切じゃないですか。そうですね。台湾で何かしてきたんですか。基本的にそのインドア派なんで、うんうん、あの台北の初日ぐらいはもう飽きてずっと一日ホテルにいました。ホテルにいた。地味だね。あのルームサービスで飯食ってました。あ飯食って飯ですらルームサービスで本当に一本も出ない。すごいね。もうそんな感じの小説家の生活みたいな感じ。そうですね。何も書いてはいませんけど。何も書いてない。暮らしで言えばそうです。地味だね。もったいないね。なあとは国内で石垣島に行ったそうですね。そうですね、まあ、石垣島自体はものすごくこう、うん、いいところで。どうだね、石垣島でもやっぱそんな感じだったの。なんか遊びに行ったの。石垣島、まあ、あの2日間いさせてもらって、竹富島っていう、うん、あの沖縄の昔ながら その建物とか道とかが残るちっちゃい島なんですけど、はいはい、そこに遊びに行かせてもらって、でそこでこう自転車借りて、うんうん、でまあ、数時間で一周回れるっていうんで、うんうん、あのそこをこうじゃあみんなでチャリンコで回ろうっつって、うんうんうん、って言ってたんですけど、うん、あのまあ、大体3時間ぐらいでこう帰ってくるんですけど、あの俺1時間ぐらいでちょっと飽きちゃった。1時間で、まあ、1時間走ったと。そうですね、1時間1時間走れば結構だよね。そうですね、確かに。もっと地味なエピソード来るかと思ったら意外とちゃんとやってきた、ね、ちゃんとしてました。ああそうだ、ね、本当ですか。ああじゃあよかった。ちょっと地味じゃないね。統一感が出ないな。統一感が出なかったね。しまったな。ですね、今日ね、僕のミスとは言わないけど、ちょっと入りが早すぎて、ちょっと時間が余りまくってるんで、ちょっとエコダの街を、紹介したいなと思って、行きましょう。今からロケに行ってみたいと思います。では後ほど。それではジャズの街エコダということで、その辺を散歩してみたいと思います。行きましょう。レッツゴー。うん。いやー、暖かくなってきましたね。そうですね。あれ？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 何やってんの？何やってんの？看板見せた、看板。看板何も書いてない。めっちゃアーティスティックじゃない？それを見てたの？アーティストとしてはアートを見るのが仕事だからね。そうそう、すごい。そんな人だったっけ？目線鋭いね。目線鋭いでしょ？これとかも。あ、そっちの。本当だね。アーティスティックだね、確かに。ギャラリーなの。今何やってんの？ちょっとなんか、あ、撮ってる。エコダの街を、ジャズの街、エコダの街を紹介しようかなと。あ、いいっすね。では急遽山田くんも連れて行ってみましょう。行ってみましょう。いやーすごいな。こっちの方行ってみようかね。はい、はい、ジャズの街だ。
今ね、楽器なんかね、売ってますからね、これね。東京ラフストーリーだ。あ、東京ラフな感じのね、ラフな物語ね。まあ僕が何よりおすすめなのはこちらですよ。この僕たちが毎回訪れる、煮干し激苦ラーメン三四郎、ここね必ずライブの前に寄るんですけど、まあ今日も多分そのうち行きますただね、なんつうの、お店の中のアポとか僕取れないんで、あの食べてる姿は特になしですいや入ってみたいな。お、今日イベントだ。そう、今日イベントだよ。あ、マジで。あら、やったー。なんで煮干しのイベントってのがあって、うん、苦味が増す日があるんですよ。今日それなんで、アキラくんが喜んじゃってますね超嬉しい。偶然エコダにいてよかったね。よかったわ、なんかたまたま風呂上がりでね、あんで浴衣みたいな方よかったね、春らしいって言ってくれてすごいな。まあさすがジャズの街ということで、ディープだね。ひたすら飲食店が並んでますね。これはジャレットさんがいるんですか。これほら、ジャズの街ということで、キース、キースというか、キースジャレットですね。あとあのゆかりがある、あの名古屋の老舗ライブハウス、うん、あ、本当だ、ラブリーね、ラブリー系ですね。こっちはキースの、キースジャレットのお店で、すごいよ。こっちは名古屋で有名なライブスポット、ラブリーの系列店ですね系列店、系列店ですありますね。で、これ君家でしょ。あ、本当だ。山田くんのお家ですね。山田ビル。山田ビル、ね、こっから来たの？もうザクだから山田ビル。あ、これね。ここはもうだいたいテレビでエコダ紹介するときだいたいここが出ますね。大概酔っ払いのヤバい親父がここに来てあだこうだやるっていう、まあそんな店。今エコダ名物のケバブ屋さんに来ておりますので、僕もう買ったことないんですよ。僕もないんですあの、ね、ロケ費ももらったらちょっと試しに買ってみましょう。行きましょう、ね、これエコダ名物ですよ、ね、エコダ名物、ね、エコダといえばここです、ケバブ、はい、じゃあ入れましょう。すいません、今 YouTube の撮影やってるんですけど、なぜなぜ気にしないで。カメラ、テレビ、カメラ、オッケー、カメラ、ジャズアンドコア、オッケー。どうもこんにちは。あ、私はちょっとわかる日本語、ちょっとわかる。私はイタリア語は仕事カメラの、おい、イタリアテレビ、テレビ、テレビ、イタリアの、イタリア、ありがとうございます、はい、ラッシア、ラッシアミ、あれ、ピクストリート、エラーチェ、めっちゃ食いじゃん。ありがとうございます。Thank you very much。レデート、ロベデート。オッケー。じゃあこれをいただきました。ピクルスは。ということでエコダの、名所を数々巡ってまいりました。それでは一旦スタジオの方に戻ってみたいと思います。逃げろ。はい。なんかいろんなことが起きましたけど楽しくやってまいりましたが、それでは最後に古木君、はい、告知なんかありますか。告知ですか。うん、告知でもあればこう言ってもらえば。あの東京ドームで、東京ドーム、今ポール・マッカートニーが絶賛来日中です。ポール・マッカートニー、もうね、お時間に余裕ある方ぜひぜひ遊び行っていただければなと、ね、俺は勝手に、ね、思いますね。古木君はそれ何やってるんですか、そこで。僕は無関係、無関係ね赤の他人の宣伝をしたと。赤の他人のやっぱね、うん、一度は聞きたいかなと思って。なるほどね、偉い、ね、偉いね、そう思うんですよ、うん、ポールもちょっと古木に感謝してんじゃないですかね、これね。いつでもやるからベーシストだよ、あ、ベーシストじゃあ最後ちょっといつものモノマネで締めたいと思います。来ましたね。
やって、はい、やっていけないね。クロちゃんです。あ、クロちゃん。新しいよね。いいね。今急に来たじゃん。今いいね。じゃあ次古木君の番で。じゃあジョン・レノンつながりで、はいはい、小野洋子の前衛芸術で椅子を初めて見た人。はいはいはい。椅子を知らないです。すごいね。椅子っていうものを。っていう前衛。前衛ね。そうです。アーティストです。すごい、俺なんて今コメント難しくて。すいませんでした。本当毎回毎回。じゃあ僕もちょっと一つ用意してきたやつをやりたいと思います。テレビ東京 M+11 から全然真逆のことを言ったのに揉み消すえのきどキャスター。おはようございます。日経平均今日で5日続落です。続伸です。っていうね。すげー細かいっすね。細かい細かい。じゃあ次、あきらくん。もうないよ、もうないよ、もうないよ。その中から何か。いや、もう怖い怖い怖い。行こう、行っとこう。え、怖い怖い、どうしようかな。何があるかな、本当に出てこないんだけど。急に急に出てこない。急に出てこない。ちょっと、いっこさなんすよ。急に出てこない。いっこさん。いっこさん言ってみて。え、わかんない。急に出てこない。誰？それでいいよ、それ。誰か知らあるでしょ。オカマの人みたいなのが出たね。オッケーオッケーオッケー。お疲れ様。じゃあ次、古木くん。おえおえ、どうして、こんなところで降りちゃうんですか。今日はエコダ駅から徒歩5分のソルトピーナッツにやってまいりましたよ。これですね。いいね。あの旅番組の人、ね、旅番組のあれですね。すごい、はい、なかなかのクオリティですね。ありがとうございます。じゃあ僕ももう一つ。すげえ、めっちゃ仕込んでる。やべえ。テレビ東京 M+11 から、ま、紹介で全く別の名前を言っても揉み消すえのきどキャスターです。え、それでは次はこのコーナーです。ベルタスの扉、今日の解説は武田さん、佐藤さんです。っていうね。ブレないブレないし、ブレない、すごいな。そんなこんなで今日はちょっと編集が大変になりそうなぐらい手当たり次第に撮ってみましたが、そんな感じでまた次回もやっていきたいと思います。それでは世界の皆さん、Jジャズをよろしくお願いします。さよなら。